初代クラレンス公、ジョージ・プランタジネットは、ヨーク家のヨーク公、リチャード・プランタジネットのムツ四1461年、兄エドワード4世のイングランド王位継承に貢献したことで、クラレンス公に除された。エドワード4世の貢献人ボリック博、リチャード・ネビルは、エドワード4世が、エリザベス・ウッド・ビルと、密かに結婚した頃から、外交政策をめぐりエドワード4世と、 対立するようになった。1469年7月11日、ウォリック博は年長の娘、イザベル・ネビルとジョージを結婚させてエドワード4世を、牽制した。1470年、ウォリック博はジョージを誘ってエドワード4世を討伐し、ヘンリー6世を福井させた。政権を掌握したウォリック博は、年少の娘アン・ネビルをヘンリー6世の四次エドワードに嫁がせて、 ネビル家の安泰を図った。1471年、王座への道を断たれたジョージは、弟グロスター校、リチャードの説得を受け入れ、3兄弟結束して、ウォリック博を破って廃止させ、ヘンリー6世とエドワード王大使を殺害した。1472年、王大使未亡人アンネビルが弟リチャードと結婚すると、ウォリック博領の相続をめぐって兄弟は、対立するようになった。 妻イザベルが1476年に死んだことも、災いして、ジョージは、ボリック伯領の相続争いに敗れ、エドワード4世への反逆を疑われ、ロンドン島に送られて処刑された。シェイクスピアの、リチャード3世では、自身の処刑方法への当人の希望でマームジーワインの逆だるで歴死したとされる。これは、ケルト人の伝説に則っ,ってのものである。 1469年7月11日、カレーのノートルダム教会で、イザベル・ネビルと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。